はい、いつも通りテイク2です。さっき一回試し撮りして、まあ動画の中で試し撮りで済んでて、で一応予防線張りながら後でまあ動画確認してから、まあまあ後からもうちょっとだけまあまあググってみて分かったことがあって、無事死亡テイク2って感じです。今回はルアーはつけてません。一応そういうルアーはいらない、まあまあつけるべきなんだけどねっていう感じです。スロットはモアザンの 73HBW で、リールはこんな面してますが、ジリオン HLC ですね。実質まあ J ドリームなんだけれども、まあギアはジリオン 100SHL 7.1:1ね、7:1:1ですね。はい。で世界のえぬきさんがたまに、まあまあの動画とか見てたら、たまにまあ見られる、そのお魚かかって寄せてきて、まあつかむまでの一連の動作ですね。こうあいって、でこう魚つかんで、このボートの中に放り投げる。で僕が思ってたのは、どこのことスクーピングって呼んでんのって感じで、これだと思ったんだけれども、そのググったら、なんかすくい上げるとかそういう意味らしいんで、スクーピングってことは魚を最終的にこうするこれを魚の腹掴んで、このボートの中にファーッと放り投げる、これがスクーピングなんだねっていうことが分かりまして、先に作った動画はまあボツっていう感じかなって感じで、まあ練習動画だったんで、まあ本ちゃんで撮り直しっていうことでいいかなっていうことで、まあ、撮り直すって言うてもねってとこなんですけどね、はい、別にどうというわけじゃないんだけれども、基本的にね、もう、まあ、これなんかはもうまあティップは入るっていうのが売りの、まあ、ヘビーロッドなんでね、もうこんなロッドでかけてしまったら、いちいちこんなことせずとも、こうまあまっすぐ引っ張ってきたら、このまっすぐ引っ張ってきたこの勢いのまま、ああどっこいしょってで魚ビチビチって感じでもう陸に上げてしまうから、もう最後にこれやったんいつだろうって感じなんだけれども、まあ一応そのね考察という感じで、まあ自分の本当に趣味的な感じで、趣味的な動画作って、趣味的に暇つぶし的に動画をアップロードしてみるテストって感じかな。で基本的にね、まあロッドってその綺麗に曲がれば折れないようにはなってるんだけれども、まあその思ってもないサイズの魚を手前まで寄せてきました。でもちろんロッドの長さもあるんだけれども、その長ければ長いほどそので手前の魚を、まあ、寄せるにあたってちょっと竿が立ってしまうと、で立ってしまうとその急角度で曲がってしまうことによって、そのまあですね、真下に対して竿を立てるほどね、そのいけない方向に曲がってしまって、最終的にパーンっていう風になってしまいかねないところを、じゃあどうするかっていう風な感じの動画をさっきやってたんだけどねっていう、3発前でこう寄せてきました。でまあこれはまあ一応そのテンションかかってる前提難しいんだけれども、まあこんな感じで、あくまでその水面からこの上がった魚っていう、そのエラー洗い、首振って、そのまあまあルアーがその外れる方向の動作になってしまうので、テンションも緩むんで、そこのところでその魚を取り込むには、その跳ねさせたくないと、魚がその水面にいる間はそのエラー洗い、首振ることはできないので、ね、空中で暴れるからその首振れるんであって、魚ね、水中いる間はその首振れないから、なんとかその手前に寄せつつですね、で取り込む瞬間まではその水中の中入れときたいということでですね、引っ張ってきてこのまあ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 もちろんティップはね、まあまあ魚かけてるということで入ってる前提で、でこんな感じですね、こう切ってこうでラインついたままの状態でライン手繰り寄せてきて、まあ口を振って掴めるようであれば
掴んで相手してやれば済む話だと思うんだけれどもね、もうそれがもう叶わない時にはもう腹掴んで、あってで、これスクーピングからこうね、あってで、もちろん僕そのボート乗って釣りとかしないからしないし、基本的にもう足場高いところからもうどこいしょできる前提の竿でもう引っ張ってきて、あどこいしょビチビチっていう風なことしかしないから、まあ僕にとってはまあ不要とは言わないけど実際使わないんだよなっていう、そういう感じですね。で、まあまあ手順としてはまあテンションまあまあよ、まあまあできれば正面の方がいいかな。まあ右左ハンドルの場合はまあこうこう魚が引っ張ってきた方向でこうも別にできなくないのかな。まあ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 、でさっきもちょっとまあ練習として確認したのは手順ですね。まあこの状態ですね。魚一、まあテンションかかってると仮定して、でまあこんな感じで、まあティップはまあまあその立てない方向、まあ水面つけられるんだったらその水面つけた状態ですね。まあもしくはまあ水面近いところを維持しつつですね、実際には曲がってますよ、こう曲がってると仮定して、でフリーの方の手、まあリール持ってない方の手でまあ真ん中ぐらいまでここですね。でガイドがね基本的にありますんでね、インターラインのロッドもここまではね、ガイドみたいなもの入り口あるから引っかかるので、あのリール持ってる手はねこう内側にこう返してで手が通るようにする、でこうですね、でこうしながらこうですね、手はこうまあまあロッドの中央ぐらいまで届く範囲までこうしつつ、でロッドはそのこうティップはあこにその位置に維持したい都合上このままロッドが立つことになるかな、こうね、こうね、こうで次にリール持ってる手ね、もうここまで移動させる、こうね、こうでこの状態のまま左、まあ僕の場合左手をこうしてこうでティップ抜いて、で糸はこのまま引っ張ってきて、でちょっと魚が動くようであればちょっと手を送って、で 手の送りで足りない分はそのラインを出すことになるんだけれども、この際にですね、そのまあこうしないにしてもその魚を取り込む際にそのクラッチフリーにしとかないと、まあ仮に、まあ、こう取ってきてこうして、まあ、手に持ったままでもまあまああれなんだけれども、置いた場合そのまあ置いて取り込もうとしてもその魚に走られた際にね、このクラッチ切れてないとこのままロッドがこう持ってかれることになる、まあ横に置いた場合でもこう行かれるし、後ろにこうねまっすぐ置いた場合でもこう持ってかれることになるので、まあいずれの場合にしてもそのロッド操作ができないときにはもう完全にそのクラッチをフリーにしていけるようにラインは出せるようにしとかないといけないんだけれども、今度はそのキャスコンをきつく締めてる場合だったらさておき、キャスコンが緩いとそのクラッチフリーでほっとくとどんどん糸が出てってブワッてもむけてしまうっていうのがありますので、そういうときにはどうしたらいいのかなっていうそういう話なんだけれども、まあそのときだけそのキャスコンを締めるという締めてこの回らなくするっていうのもあるし、そのクラッチがオンの状態でそのドラグを緩めると別にクラッチ切らなくてもまあ糸は出せるのでということがまあまあまあ対処法として考えられるんだけれども、まあそれをどうやるかというふうなところで、まあ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 さっきの動画がうまいこと説明できてないな、いつものことだけど、でまあかけてるっていう、まあまあまあ想定で、まあこうしますね。こうしてこの時のロッドどうしたらいいのかっていう際にここですね、この膝の裏にこう挟んでやればどうかなという、でこれだったらさこうしてる時に、まあ、魚が走られてもまあクラッチこう切ることできるし、で台場のリールもそうなんだけれども、最近のシマノのやつなんかもそのクラッチこれでクラッチオフ、クラッチオンってこうここで別に返せるので、別にハンドル返せばいいんだけれども、
まあ、こういう操作はできるよねと。でこの時に、まあ、キャスコンを閉めますってでこう閉めることもできるし、あのドラグ、まあ、カンカンに閉めてると緩めるの辛いんだけれども、別にこのクラッチ、このクラッチじゃないわ、クラッチオンにしたままスタードラグを緩めてそのラインを出すこともできるよねというって感じですね。なのでこうですね、こうして、まあ、かかってる前提ね、まあ、もちろんそのこの動作がそのした方がいいとき、できるとき、この瞬間やるべきみたいな条件がありますので、必ずしもその進めるわけではないんだけれども、まあずっとなんか竿をこう持ったままってこう網使うにしても こんな風にしてるのが あまりにちょっと、まあ、非効率かなという風な、だったらもうねこう行けるタイミングで、あ、行けそう、よしよしよし、行く行く、よし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 、でこう挟んでね、挟んでね、こうこれだったらもうそのまあ置くなとは言わないんだけど、置いたら置いたでね、傷つくとかそれとか、そう今そのクラッチ切り、その切らずに置いてしまった時に、その次切りたいとなった時に、ああだっていうその瞬間的にできるかなっていうところで、ね、こうやってこう、ね、膝の、ね、太ももですね、こう挟んでやることで、こうまあまあ魚も片手でラインつかみながらいなしつつ、こうしたい時にはこうするってことはもちろんできるよね。両手でこうしながらで、あ、ちょっとちっちゃ、あ、ぶだぶだぶだみたいな、ね、こうできるよねという、そういう話で寄せてきて簡単に口つかんで、ってできるようであればつかんだらいいし、まあそれがその針に手刺さりそうとか、そういう時にはもう本当にスクーピングが、その腹からも、ってもう、まあボートの人はボートの中で、陸やったらもう陸にも、まあ陸でこれすることないかなっていう、陸だったら別に子供どこしょで済むから、やっぱ僕どこしょしかしないねっていう感じかな最近は。本当最後したんいつだろうってところだねっていう、まあそんな感じですね。うん、そう。やりたけやれってか、それをできるようであれば試してみるぐらいでいいんじゃないかなみたいな。僕だって別にやろうと思って、まあとっさにやり始めてきっかけ作って以降何回かやってるぐらいではあるのでね。うん。そう。テンションかかってる状態で、あ、もうテンションかかった状態でも、まあ、魚がもう完全に頭こっち向けて寄ってきてる状態のまま、あ、いけそうで、こう行くで、こうあで、ここのところで、したければ操作すると、でそうなければもうこう構えた、僕ロッドはこうタクラこう構えたままで、でライン手繰り寄せて胴隣取ると、別に声出したくてもいいかもしれないけど、まあ気合って必要だよね、ってあしゃー、まあご自由に、as you like、 はいってところかな。他にあどうってことない内容だなという、さっきいらんこと言ってたと思うけど、いらんこと言うてた内容を思い出せるので、それは言わなくていいかな。余計なことだからね。あ、そうだ。やめとこか。そうや。バスプロとかその動画とか見てて、魚かけるまでは、まあ、プロか知らんけど、かけてからわちゃってるよねって、そういう話。僕、一応その、まあ、僕 自体がどうとか、その上手い下手っていうのは棚上げして、その、まあ、圧倒的に釣れた魚自体が少ないから、まあ、そのあたりはその、ね、その次元を超えないんだけれども、まあ、自分の中ではその魚かけてからわちゃった覚えないんだよねっていう、まあ、ロッドを折った覚えもね、2回だけかな。1回はその3000円のベイトロッド、谷山商事のバススパートコンパクト CP660S やったかな。まあまあ、その当時その、まあまあ、どっこいしょーとして、まあ、ベリーから折れたっていうのが1回と、あとトリプル B の 595T MRB 台湾のですね、振り出しの、
テレスコピックのロッドやったね。それがね、80センチの鯉、これで30、40、80、こんなもんかな、サイズ感。80センチの鯉かけたときに、まあ、その時はスクーピングする頭なかったから、まあ、あくまでクラッチ切って、で、後ろ置いたんですね。確か。で、その状態から、確か走ったんだったかな、鯉が。おっとっとって、ちょっと走りそうになったんを、おっとっとっとってみたいな感じで、その、こらえようとした時にやったかな。で、重たい鯉が、まあ、手前にいる状態で。で、かつ、この距離で、その、こらえようとして、その、差を立った状態になったんかな。で、結果的にティップが3分割されてしまったという、綺麗に3等分だったね。っていうことがあったぐらいで、基本的にその魚かけてから竿を折らない人でもあるし、僕とあとその基本的にわちゃってるつもりはないっていうところで、まあまあそのまあわちゃらんための方法として、まあ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 一応自分なりには工夫してということをね、うん、してますという話。釣れる魚はないけどねっていう。でまたそんなナマズ釣りでこんな待遇でね迎え入れることはないからね。まあ基本的にそういうまあまあチャラセでまあ水面こんなとこあるとこやったら本当にこう別にええー、でどっこいしょーでピチピチっていうぐるぐるっていう風にしかならないんでね。まあそんな感じですね。でさっきはここのところでアラームが鳴ったりとか、灯油屋のね、BGM が流れたりしたけれども、まあ、そういうこともなく終わっとこうかなと思います。はい。